ポテトを食べたいと思います。サンブルが初めて、オンケチャップ、いいですね、センスの塊、いっぱいもらったやん、うまい、あれが見やすかったよ、最高。はい、ということで、ピザとあとね、このシリウスが取ってくれたピザのコラボレーションでちょっと食べていきたいと思います。え、いいんですか。いいんです。それでは、ね、いただきます。はい、どういう味なのか。ジェノベーゼのピザですね、これは。ちょっとあんまり、なぜジェノベーゼのピザです。ジェノベーゼ、はい、ジェノベーゼですね、いただきます。うまいね、これやっばい。これがチタ、これがチタ、うまいね。で、どれはどんな味するんですか。チタピザのこういうのじゃーん。あれカレーです。はい、行きました。カレー行きました。はい、見てください。しょうもないって言った人誰ですか。違う、しょうもないと自分でも思ってたんですか。確かに俺はこれに行ったんだよ。その切り返しは素人すぎる。素人すぎた今。でも本当に美味しそうなんですよ、このカレー、うん、なんか夏野菜カレーらしくて、これ今日までらしいんですけど、このナス、かぼちゃ、唐辛子、うん、パプリカ、赤っぽいじゃないですか、うん、それってあれなんですよ、うん、あ、そう、美味しいです。ちょっとすごく食レポしてほしいんですけど、はい、すみません、あのこちらのあのカレーをちょっといただいてもらっていいですか。あ、どれですか。こちらのこちらのカレーからちょっといただいて、カレー、あ、この上に乗ってるこのものからちょっとお願いします。あ、こちらですか。はい、すみません。あ、じゃあすみません、いただきたいと思います。はい、お願いします。こ、だけですか。はい、あ、当たり前じゃないですか。まだカレーって部分的な。じゃあいただきます。めっちゃ美味しいで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 す。カレーカレーってこんな辛いんだよ。カレーあれ、うん、これでレイからのいただいてもらった。めっちゃ辛いわけじゃないから全然食えるって感じ、うん、飲みやすっ。おい、あ、言ったじゃないですか。入ってきた時ここのスッっていう感じ。えげつないってお前。あとこれあのナッキー聞いてください、これあのタルカン、うん、うまっ。チタのタルカンをちょっと知ってもらいたいんですよ。タルカンね、タルカン、俺ね、ハイボールとかのタルカンあんま好きじゃない。好きじゃない、好きじゃないんやけど、え、そのチタ、でもこれあんま感じない。あ、本当ですか。俺意外とあんま感じない。逆に好きな方のタルかもしれない。これ、あ、本当ですか。よかった、サウナ好きっすか。そこでサウナ好きよ、サウナ、うん、あ、じゃあ大丈夫っす。何が大丈夫なの。このタル感大丈夫だったら大丈夫っす。大丈夫だった。あれ、シナさん、あれ、え、なになに、これ一人分ですか。そうです、やばすごい、それあれ。え、わかんない、わかんない、なに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 、わかんない。アマ、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 アマ。ちょっとすみません、あの椎名さん、一つあの多分体そんな食べたら冷えると思うんで、はい、一つそのチーズケーキちょっといただいてもいいですかね。あー、これはい、それは本当に欲しいんですよ。あ、甘いね。ダメですか。アイスだけに。ダメ。甘いっすね。甘いか、ちょっとナイスです。俺もすいません、ごめんなさい、戻ってしまった。俺、しーちゃんと共鳴したらあかんってことだよ。どっちかが突っ込んでいくからやつもやめそういうことやな。これ、いいコンビネーションがまた生まれましたね。どうしようか、親父ギャグ、エピ親父ギャグハマってしまうね。やばいっすね。最近すごいもんね。すごいっすね。そんなことはないっす。マリオ。マリオいた。とりあえず勢いだけ出してみた。いいですね。いただきます。はい、ということでチーズケーキナッキーからいただきました。なのでちょっとこれ早速食べていきたいと思います。じゃあこのちょっといただきます。おい、うまっ。あ、うまいっす。本当にうまい。おいしい。うん、なんかレアチーズケーキみたいな、おのアイスバージョンみたいな。うまそう。美味しいし、なんか溶ける、すごくすぐ溶けるみたいな感じです。うまい。